大本営。大本営は、日清戦争から太平洋戦争までの戦時中に設置された日本軍、陸海軍の最高統帥機関である。天皇の命令、砲直命令を大本営、命令。大本営陸軍部命令イコール大陸命。大本営海軍部命令イコール大海令として、発令する最高司令部としての機能を持つ。本来、本営とは、総司令官が控える場所。 中世の本陣と同義で、これをさらに行々しい何にしたもの。日清戦争と日露戦争で設置され、それぞれ終戦後に解散した。日中戦争、品事変では戦時外でも設置できるよう改められ、そのまま太平洋戦争終戦まで存続した。連合国からは、と呼ばれた。太平洋戦争末期の配色が濃厚になるにつれて、 さも戦況が有利であるかのような虚偽の情報が、大本営発表として流され続けた。このことから現在では、権力者が事故の都合の良い情報操作をして、虚偽の情報を発信することをおやゆした慣用として、大本営、大本営発表という表現が用いられることがある。なお、陸海軍連合大演習及び、陸軍特別大演習においては、司令部でなく、 天皇の行幸安在書を大本営と称した。現在は防衛省市ヶ谷地区に庁舎遺構が残っている。大本営は陸軍及び海軍を支配下に置く戦時中のみの天皇直属の最高統帥機関として1893年5月22日に交付された戦時大本営条例によって法制化された日清戦争における 大本営は1894年6月5日に設置された。1893年制定の海軍軍令部条例により、平時においてのみ陸海軍の軍令が対等となったばかりであり、戦時大本営条例により、戦時における海軍の軍令をも統括していた陸軍の参謀総長のみが幕僚長とされた。同年9月15日、 戦争指導の拠点を広島に置くために天皇が移り、大本営も広島に移った、広島大本営。1896年4月1日大本営、解散の招徴によって解散した。日露戦争における大本営は1904年2月11日に設置された。この時は1903年の大本営条例の全部、改正により、軍事参議院が設置され、 戦時においても、軍令機関が対等となったことから、陸軍の参謀総長、海軍の海軍軍令部長の両名ともに、幕僚長とされた。1905年12月20日解散した。日中戦争、シナ事変は、事変であり、正式には戦争ではなかった、とされていたため、1937年11月18日、大本営設置を戦時に限定していた。 大本営条例は廃止され、新たに、戦時以外に、事変でも設置可能にした、大本営令が制定された。1937年11月20日、大本営が設置され、そのまま太平洋戦争に移行した。戦争末期には、長野県松城町、現長野市松城町に建設した、地下ごへ大本営の機能を移転する計画も立てられたが、松城大本営、 未完成のまま終戦を迎え、1945年9月13日に廃止された。大本営令は、同年11月30日に廃止された。大本営の組織の実態はほぼ、東水部たる、参謀本部、大本営陸軍部及び軍令部、大本営会軍部であった。ただし若干ながら、大本営に属さない東水部員もいた。大本営会議は、 天皇隣席の下、陸海軍の統帥部長、参謀総長、軍令部総長、次長、参謀次長、軍令部次長、それに第一部長、作戦部長と作戦課長によって構成された。統帥権の独立により、内閣総理大臣や外務大臣ら政府側の文官は含まれない。また軍人ながら、閣僚でもある陸軍大臣、海軍大臣は、 軍政との関連で列席できたが発言権はなかった。なお、大元帥たる天皇は臨席はしても発言しないのが、慣例の御前会議とは対照的に細かい点まで意欲的に質問することがあり、会議が形式的に流れるのを嫌った節がある。日中戦争時には、西軍間の意思統一を目的として、大本営政府連絡会議、一時期、 大本営政府連絡懇談会に会賞が設置された。ただ議長たる内閣総理大臣含め誰もイニシアティブを発揮し得ず、さらに陸海軍のセクショナリズムも作用して戦争指導や情報共有に重大な欠陥をもたらした。1944年の小磯内閣発足後、最高戦争指導会議に改められるも、一元的な戦争指導はついに実現しなかった。 戦火に関する広報も、陸海軍部それぞれの報道部で扱っていた。当初は、航空写真を用いて消密に説明するなど、信頼度は高かった。しかし1942年中盤以降の、戦局悪化に伴い、戦火を課題に被害を警備に偽ったり、撤退を、転身、全滅を、玉砕と言い換えるなど美化して、聞こえを良くするなどプロパガンダに走るようにな。 大本営発表。また陸海軍部同士だけでなく、内部の交流、意思疎通も昭和期になると、気迫化した。特に作戦参謀と情報参謀の対立は激しく、敵軍の動向を軽視し、無謀な作戦を立案する悪癖を生んだ。これは、作戦参謀は、恩師組、陸大卒業上位5位以内で固められていたのに対し、 情報参謀はそうではなかったこと等から、作戦参謀が情報参謀を軽視していたことにも起因すると言われる。軍令部の情報担当は、腐れ士官の捨て所と自らを卑下した。なお、作戦参謀と情報参謀の対立が悪影響を及ぼした一例としては、作戦参謀が作戦を現場の指揮官に伝達するときに、現地情勢及び相手の戦闘方法の情報を、 情報参謀が伝達するようになったの配線が濃厚となってきた1944年6月からということが挙げられる。それまでは現地情報などの伝達は一切なかったので自力で現地取材を行うか引き上げてきた同期等から情報収集していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。